ビン。わかりました。はい、お願いします。はい、お願いします。ではすみません、改めまして皆さんご紹介させてください。橋本環奈さんです。よろしくお願いします。お願いします。戦国時代のセットとあと甲冑を着た皆さんに囲まれてだったんですけど、演じてみてというか私だけちょっと現代版の、まあ、秘書みたいな形で出てきてたので、この皆さんの活気あるこう動きだったりだとか叫びの中で私だけちょっと淡々と冷静に演じてて楽しかったなという印象です。絶対皆さん甲冑大変だろうなっていう、重たいだろうななんて思いながらだったんですけど、印象に残ったことなんですかね。でも今回基本的にやっぱりこう、まあ、2パターン取ってこう NI コラボのこう機動力の高さだったり団結力とかっていうのを、まあ、こうひそひそとちょっとミステリアスな雰囲気で伝えるっていうのがすごい新鮮で良かったかなと思います。なんですかね、団結力や機動力を高めるためにしていること。映画とかドラマで出演させていただいているときに、やっぱり主演をやらせていただくときはこうチームワークでこう共演者の皆さんであったりだとかスタッフの皆さんに、まあ、こう自分からたくさん声をかけていったりだとか、撮影期間が1ヶ月とか3ヶ月あったり、ドラマだと3ヶ月も長かったりするので、その間にまあいろいろな話をしたりとかで、まあ、チームワークとか団結力は、まあ、自然と高まっていくのかななんて思うんですけど、機動力か。でもこうお芝居をしてる中で直感だったりとかこう感覚的なスピード的な要素は大事だったりするので、そこはうん、高めるためにしてることって言われると難しいですけど、ちょっとこう集中力を切らさないようにずっといろんなことを考えて張り巡らせてるっていうのはありますかね。 NI コラボの今回CM をさせていただきました。そうですね、戦国時代の皆さんに囲まれながら良さがたくさん伝えられたんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんでください。